とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も、ナイトメアモッドのボスを倒していきましょう。今日倒すボスは、ここですね。砂漠の寺院、行ってみたいと思います。雑魚も出てくるからな。あいつらをどう処理するか。それがちょっとね、鍵になってくるんではないでしょうか。リーチ長いからな。いけるかな。まあ、とりあえず、行きましょう。それでは、行きましょうか。ポーションバリアのボタンは、まだ壊れてます。なので、一度、戦う前に、ポーションバリアを、連打ボタンを押して発動させてから、雑魚を行こうか。まず雑魚をなんとかしないと、ちょっと難しいんだよな。いや、雑魚を、雑魚を遠くまで行かせて、で、ボスと1対1になってからがいいかな。それで行こうか。そうしようか。雑魚を、とりあえず、どっかまで移動させようかな。そうしましょう。あぶね。多分これ食らったら死ぬもんね。あ、いや、これ雑魚あんまりこっち来てくんないな。名もなきものがね、変な場所にいるんだよね。オッケーオッケー。これでいけ。いや、ダメだ。ビームをやめないわ。となると、やっぱり雑魚をまず倒さないといけませんね。ちょっと待ってよ。ポーションバリアを発動。で、いけ。ナイス。で、ここでね、ダイナモが切れるのよ。よっしゃ、チャンス!いけ!はい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 。いけました。ただまだこいつらの処理が終わってないんだよな。いけるかな?と!よし!いける!よっしゃ!オッケーオッケーオッケー。まあ、雪玉とかでね、なんとかいける感じでしたね。おっぶね!しゃー!では、あとは、クリアするのみです。このクリアがね、なかなか難しいのよ。このレイスとかがいてくれるとね。よっしゃ、危ね。一応、クリアまでを目標としておりますんでね。あぶねえ!ちょっと待って、あぶねえ!あぶねえ、ポーションバリアがなんか使えてなかった。溜まってなかったのか、まず。違う!ポーションバリアのところが、連打になってるんだ。でもこの連打をね、切ると、もう使えないんだよな。ちょっと待って、エンダーマンか。いいや。溜まった時に、なんとか倒せるだけ、うわお一発で死ぬ。一発か。まあまあ、そうだろうよ。いけ。ちょっと待って。ああ、もう、どうしようもないわ。ちょっと待って、これ。これはやばい。まず最初にポーションバリアを使わんとね。よし、OK。いけ!うわ、きつ!そうか、そうか。ネクロの、ああはい。ということで、ナイトメアの名もなき者は倒せたんですけども、雑魚敵がね、ちょっと無理でした。やっぱり、ポーションバリアが、使えないと、厳しすぎる。いや、無理ゲーだ。あんなダメージ食らうんだから、無理無理。なので、やっぱりコントローラーをなんとかしないといけません。ちょっとね、時間がなくて買いに行けてないんだけども、まあ、来週ぐらいには買いに行きたいですね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。